いける国会議員みわチャンネル突撃長田町スタジオ赤坂プラスから公開生放送でお送りしていますこの番組は赤坂のスタジオから水曜日の夕方6時国会議員の方をゲストに招いていろいろお話しいただきます生放送視聴者参加型番組ということでこれを見ている皆さんからツイッターなどのソーシャルメディアを通じてご意見やご質問などをリアルタイムにいただき公開していこうと思います第150回目で のゲストはこの方です。公明党、秋野幸三参議院議員です。どうぞよろしくお願いいたしま,し,いします。ありがとうございます。今日はご出演していただいて。ものすごく緊張しております。なんとですね、150回目の,きの記念すべきとに。 公明党の皆さんですよ。です嬉しいです嬉しいですね。ありがとうございます。いいんですか？ありがとうございます。もう記念日をややっと私もなんか政権与党に入れたよ。うな、ね、<ー>本当にそういう万感の思いがありまして、あのこの番組あの先生で150回目なんですが、はい、その前にもですね、まあ350人全部で500人以上の国会議員が出ておりまして、公明党の方はですね、太田竹裕代表以来のですね。 ですすあ,<ー> <laughs> ありがとうございま公明党を背負って頑張りたいと思いますの、ね、で、今日はよろしくお願いいたしますあの太田代表、代表の時に出ていただいて、<ー>もう本当にあの相撲の話とかね、あの廊下歩いてたら、太田代表の方から声をかけていただいて、俺出るからちょっととか言われて、<え>相撲の話をしたいということで <laughs> <ま>、<laughs> 相撲のお話をしていただいて、色気があり,ます、ねうん、ありませんが、よろしくお願いしたいと思います。<laughs> 皆さん、知ってますこの方は、すごいんですよ、えー、第22回の参議院選であの、はい、来たんですよね、そうです今、国会に、なんと84万票取ってきたんですよ。えー いないですよねだって自民党その時片山さつきさんなんかもまあ地域が違うのかもしれませんがもちろん違いますが、うん、まあ30万票もみんないかないわけですよとぶっちぎりでしょありがとうございますしっかりその分仕事をしないといけませんだって83万人の代弁者ですから <laughs> そんな見たことないですよねありがとうございますしっかり頑張りたいと思います <laughs> であの秋野幸三さんはお医者様ということですねはい、はいはい、皆さんこちらです えー、胃がんはピロリ菌除菌でなくせるということで、えー、ヘリコバクターピロリ菌ということで胃がんの原因となってるもんですよね。はい、これが胃がんの原因でありましたのでお医者さんということで長所、はい、があるということですね。本を書きました あの浅川雅弘先生と言って、あの胃がん関係、胃の関係ではもう。世界で名だたる先生と対談形式で。そして中はあの一般の方に読んでいただく意味で、あのイラスト。をとても、多くさせていただいております。これをぜひ読んでいただきたいと思って、今日はお土産に持ってまいりましたので。どうぞよろしくお願いをしたいと思います。あれですよね、あの先生のちょっとパンフレットにも、あの拝見したんですけども、え、なんと胃が。 あの94%以上50歳以上ということでね過励とあとこのピロリ菌が胃がんの原因ということですよねまあ,あの原因はもうこのピロリ菌ということでありますのでやっと認められたということです,、ね、そうですはい。ちょっとその話からいきますかそれとも後にしましょう後にしましょうちょっと前のめりになっちゃいました <laughs>、うん、掘り下げて聞きたいので、ねはい、ぜひよろしくお願いいたします、はい、了解でございますいや。これ知っとかないと大変なことになりますからねうもう石ぬか行きデッドアライブですから これ知ってるだけで私たちの寿命がね、五年十年と長く生きれる二分の一の方ががんにかかり三分の一の方ががんで亡くなりでその中で一番かかるのが胃がんっていうのは変わりがありませんのでがん対策の中で胃の一番に行わなくてはならないのが胃がんだと思いますので、ええ、かしこまりました後で楽しみにそれでは行ってみたいと思います、はい、幸せの数年表ですはい <laughs> <laughs> はい、えー、これを振り返ればですね、秋野恒造さんの反省がわかるということで言ってみたいと思います。1967年生まれ、これどちらで生まれですか？えっと生まれたのは神戸市です。やはり言葉が関西系です、ね、そうですね。あのー、そそううん、はい。小さい頃は喘息とアトピーの少年だったんですか？はいあのー、非常にまあ喘息もアトピーも両方併発をしました。はい。だからまあ夜になると。 発作が起きるのが怖くてそういう子供ってかわいそうですよね朝方に発作が起きますねだから夜寝るのが怖かったというのがまあ思い出にありますね子供ながらに自分は生きれないんじゃないかとかやはり思ってあのすごいそういう怖さがあの感じてましたそれからアトピーも あの、一緒に、はあ、もう今となっては綺麗になりましたが。今、今でいうと、アトピーっていうのは、やはり、皆さん、結構多いですけれども。この頃って、アトピーって、言ってたんですか?。あのー、非常に、あ、アトピーという診断はついてましたので、あ,ううのあったんですが、やっぱり。あの、今と比べると、少なかったので、まあ、非常に目立ったんですね。はあ、だから、もう、体中は、もう、本当に、あの、血だらけ、うん、かきけしりますね。かだから、もう、この、特に、この、手のところ、膝の裏、お尻。 だから真、まあ、かかんなってましたのでもう体育の時とか身体検査の時に脱ぐのがちょっと恥ずかしかったりするようなうん、うん、顔,も顔にもです、ね、顔だけが大丈夫だったんですが<ー>もう首から下は本当にアトピーで苦しみましたでも友達の前だとやはりね描きづらいですもんね描、ね、くな描くなっていう母の声が今でも思い出しますね、うん、だけど描くなって言われたらまた描いてしまうので <laughs> いや本当つらいですよね、はい、痛いいいのもつらいけどかゆいって本当 拷問ですよね。まあ、そういう、はい、まあこう、まあ、でも、まあ、あの。これがあって、んね、お医者様になろうと思った。んですねそうなんです。だから、まあ、ちょっと幸せとすると、まあ、確かに大変な時期ではあったんですが。あの、これが、あの、医師を目指すきっかけになったのは。ね、間違いありませんので。やはり、目の当たりにお医者さんを見て、ぼくぼくをなろうという、ええええ、ことですね。 はい、そして大、えー、大学はどちらですかはい、長崎大学に進学をいたしまして。はい、で、何かになろうと思ってたんですか。はい、あの内科医であります。ね、ええ、よってでももともと内科医になるということで。はい、卒業して、えー、この大学で勤務をした後に、まああの島原半島の、はい、地域医療をさせていただきました。<ー>ちょうどあの雲仙の、はい、不減岳の、まあ、噴火が激しい時期でありましたので、あのー、そういった意味ではこう。 日常茶飯事に、えー、土石流で、えーえー 職員の家が流される、うんえー、患者さんの家が火砕流で火事になって、うんまあ、泣きながら、えー、お戻りになる、まあ、こういったようなことを目の当たりにしながらなですかだから図、まあ、らずも災害医療の現場に被災者といっては言い過ぎになるかもしれませんが被災地で、えー、仕事をさせていただいたというのは,、えー、は私の原点だと思います。はい、そしてここ ごんと下がってますお父様の介護をされたということでもともとあの秋の幸三さんはどういうお生まれなどういうというかはご両親はあ父はもうあの中小企業を経営しておりました、えー、でまあ,あの父が店を閉めたのを、えー、きっかけに何のお店だったんですか、えーまあ、貿易機械関係の小さい機械関係の貿易を父はしておりましたので、えー、えっとそれでまあ転々としておりましたけど、えー、まあそのお店を閉めるにあたってみんなで長崎に戻ろうと、えー、まあいうことで まあ、あの、もともと長崎の三重という、まあ、漁港の、そこに遺伝子は、遡りますので。まあ、長崎ように戻るときに、私も長崎大学を受験して、みんなで長崎に戻ってきたと。いうこと。ご兄弟もいらっしゃるんですか?。姉と弟がおります。はい。姉はもう東京で、幸せな。まあ、それで、お父様の地元で、地域医療されたということ。えっと、だから島原半島で、地域医療させていただいたということなんですね。なかな非常に、あの、あの、しご、しごかれたと言いましょうかね。あの、大変大きな影響。 を受けましたあの医師になってで張り切って地域医療の現場に行って島原ですね「さあ今日は外来の初日第1日目だから頑張ろう」と思ってで、えー、9時になってで外来が始まるコンコンとノックがあって、えー、ドアがバッと開いてそして患者さんが私と目がパッと合った瞬間そのままドアがピーッと閉まって患者さんは帰ってきませんでした。 まあ25歳こんな若造に命を任せられるかとまあ言ったような部分というのはやっぱりあったんじゃないかなと厳しいですね。だからやっぱりこう医師としてこう医学的な知識があるだけではまあダメであるとまあ言ったようなことと言いながらそういう島原の先輩方からこう育てていただいたと人間的にも育てていただいたというまあショッキングなスタートをいたしましたがあの大きないい影響を受けたと思っています。 地方の、ね、人間関係というのは難しいですけどもさらにそれに医療が加わるともっとと大変なことになこにりますすねそうです、ねまあ、おかげであのあの濃密な人間関係でありますからですね、うん、あのそういった意味では例えばその医学的なあの技術だけでなくこう、まあ、どう励ましていくかとかですね、はい、で励ましてるつもりが逆に励まされてたりとかですねいったようなこう人間との付き合いというのが非常に重要な、はい、あ時期であったというのは私にとってはあの後々。 大きないい影響を受けたと思って、はい、本当に感謝をしています。はい。はい、それでちょっと戻って申し訳ないんですけども、<っ>アトピー先生治られたということじゃないですか、治るんですね。ええとですね。ねあのー、なんていうんですか、皮膚が弱い体質っていうのは多分変わってないんだと思うんですね。はいえー、だから体質としてはもう例えばカサカサするとかいうのは今でも。 あります。ですが、あの子供の頃思えばですね、もう書きしって書きしって大変だった時期と比べるとですね、例えば今はもう絶対に書かないようにしておりますし、痒くなった時はですね、あのそういった意味でも十分コントロールできていると。やはりステロイドとか塗っていらっしゃるんです。いえいえ、あの今は全くそういうの必要なく、あのそういった意味では克服できたと。この頃ステロイドはあったんですか。えっとですね、ちょっと何をつけてたかはわかりませんが、ステロイドを使ってたと思いますね。あの前足ももうある意味では毎 毎日のようでありましたので、まあ、そういった意味では、あの、今、こう、ハードなスケジュールも。こなせるような、健康な体になったのは、いや本当、気をつけてください,、ねはい。はい、ありがとうございます。気をつけてくださいね、先生に <laughs> <laughs>。心配になってきちゃいますよね、やっぱり、八十四万人の負た、付託があると思うと。<laughs> か、あの、心身ともに負担があるんじゃないかなと思って。<laughs> うん もう今本当に元気ですよ。すえよあの、それこそあの当選させていただいてから、ええ、まあちょうもうすぐ五年になりますけども、あの病気もせずに元気いっぱい頑張っております。毎年これ検査されてるんですね。 検査してません。え、しないんです。ピロリ菌はですね、ピロリ菌一回検査していませんでしたので。いいんですか？それ、ピロリ菌。毎年しないといけないって言ってません？胃カメラはあの一般論としては毎年した方がよろしいんだろうということになりますけどまあピロリ菌はいなかったという意味でピロリ菌の検査はもうそれからしていないという意味でだんだん聞きたくなってきたでしょこの話。まだ終わってませんからね。まだ途中。もうちょっと待ってくださいね。はい。そしてまあお父さんの介護で落ち込んでますね。 非常に尊敬する父でしたまだこれから教えたいことがいっぱいあるんであるんだと言いながら体が動かなくなった父と対するというのはやっぱちょっとつらいものもありましたしかかも32歳ですからね、えー、仕事をしながら、えー、やっぱり父と付き添う。 という辛さっていうんでしょうね。えー、あのそれそれもですね。これまあだからこれが決して不幸せだったというつもりではないんですね。えー、はい。ただ今振り返ればですね。まあ、すねあの昼間働いて夜はもう父にずっと付き添って、まあそれこそ父の下の世話もをさせていただいて、うん、いまああの今となってはですね。あの父の下の世話もさせていただいたっていうのは私自身の誇りになってるんですけども、うんうん、この時期はまあそれが理解できずに。 あのその逃げ出したいとか辛いとかいう思いはありませんでしたが、うん、あの本当いつ寝ていつ起きてか分からないという時期でありましたので、まあ、そういった意味ではこう医療あるいは介護こういうこの現場だけの話ではなく、うん、やっぱり例えば生活とかそういったさまざまな介護する側の問題も あるんだなというのをこう身をもって、えー、学ばせていただいたのも、あのそれからの自分の意思としての歩みにとって大きな影響だったと思ってます。うんうんうん、この頃はですね、介護保険も導入されたばっかだですよね。そうですね、おっしゃる通りですね。ちょう、えー、4月1日で介護保険上がってますよ皆さん。うん、負担が増えてますよ、ね。介護保険長い道のり大変ですよ。<laughs> <laughs> 介護報酬自体は下がってるんですが、あはい、まあ利用する人が増えておりますので,です、ね、介護にかかるお金は増えていくと。 5000円ぐらい払ってるんですよね、私たち平均すると。知らなかったですね、えー、いつを引き落とされたんだろうと思っちゃいますよねみんなで支え合う保険制度でありますので、えー、<laughs> この頃はね、本当に大変だったと思います、えー、まだ介護保険も導入されたばかりですし、まあ、介護ってもちろんもう大きな課題でしたけれども、そんなに今ほどあの高齢社会ではなかったので、一般的ではなかったですね、今に比べればね。 介護に関わってで、まあ、それを例えば乗り越えることができたらあの例えば父を見送る時に、まあ、そういう何て言うんでしょうあのもちろん別れる寂しさっていうのはあるんですけどもあの晴れ晴れとした気持ちで父を見送ることができたっていうのはうやっぱり介護をやりきれたっていう部分だと思うんですね。ただこれも期間が 長くなってたら、えー、私も家族も本当に持ったのかと言われるとですね、あのそこは本当にさまざまな課題があると思います、ね。お父さんもよくつだったんですか。父は私遅く生まれましたので,、えー、で、もう80ぐらいでしたけども。じゃあ,あの。 病気の介護含めてもうも,うあのもうほとんどあの最終的には老衰ということだろうと思いますけどもさまざまなうの心臓も悪ければ呼吸器も悪ければうえいうのもありましたのででもね遅く産んだご子息さんがねお医者さんでやっぱり人工呼吸器を最後父つけました、はい、でまあこれもちょっとなんかあの暗い話になりますけどね、えー、やっぱり人工呼吸器をつけるかつけないかってなったらやっぱり家族の意見も正直言うと。うん 分かれました、はい、あのやっぱりそれは呼吸器つけてまでつけたら父らしくないといった家,家族もありましたし、ね、あるいはもうそのやっぱりこう少しでも、うん、父と一緒にいたいという甘い思いそういった思いでこういろんなこう難しい問題をはらんでるなということを体験した、うんうん、え時期ですね。はい そしてアメリカ勤務というとで、ね、アメリカのシーダス災害メディカルセンターという病院で、はい 2>, えー、2年足らず勤務をこれはな長崎大学から休職、えー、をいたしまして休職<ー>、えー、という形でありますから両方の身分で勤務をいたしました、はいね、まあ全く違う環境でしたね,ねロサンゼルスで暮らしましたけども。アメリカのの医療っていうのは 進んでいるもんなんですか。わかんないじゃないですか。日本が一番っていう人もいるし、もう例えばブラジルから見れば日本なんてっていう場合もあるし、あのこういう国民カ保険の制度っていうのは整っておりませんから、あ,あ,あの一般的アメリカです。えええー、日本の保険診療で行われる範囲の医療は私は圧倒的に。 日本が優れていると思います、えー、そして圧倒的に安価で、はい、質の高いを一般論としては受けることができるんですが、えー、まああえて言うならば例えばお金はいくらでもかけても構わないでそういう医療をもしも求めるのであれば、えー、もしかしたらアメリカの方が優れているところもあるんじゃないかなという思いを持っています<ー>それは例えばがんとかそういうことですかに限らずもしかしたらこう例えば最先端と言われるものであったり 薬の高いものであったりとか保険を超えた範囲の、うん、それをまあ医療と言っていいか,どうかともかく、うん、保険を超えた範囲の医療についてもしかしたらアメリカでの方があレベルが高いものがあるかもしれない,ないじゃアメリカはやはりお金持ちの方の方がいい医療を受けられるということですね、うん、やっぱりあの保険制度がない まだあのあの病院に勤めておりましたしあのきっちりとした採用をしていただきましたので、えー、私が勤めた病院というのはまだちゃんとしたあの保険も一定程度はありましたけども、えー、まあ例えばある額を超えたらあとは全額自腹であるとかあ<ー>でそしてまあ単価ももう圧倒的に高い状態でありますので<い>あのそういった意味ではあの気軽に医療を受けるような環境にないというのは<ー>アメリカで身覚悟していかなくちゃいけないですね。 あそんなもんなんですね、まあ、全然文化も違うところで、えー、えあの暮らしたというのは非常に良かったです、はい、そしてこらは何ですか<え>研,<修>研究を研究,、まあ、研究はずっと続けていたんですけど例えばあか下垂体という脳の下に垂れる脳下垂体と聞いたことありますかね？ね下垂体のがんの研究をさせていただいたり<ー>えー あるいは傷が治っていくような研究をさせていただいたり原爆の研究所で博士号をいただきましたのでそういったようなこともさせていただいた長崎大学ですからね広島大学長崎大学やっぱりそういう積み重ねがありますのでそこで学位もいただきましたのでそんな研究もさせていただきましてちょっと宣伝をしてますとたくさん賞もいただいたんです。研究で日本内分泌学会 若手研究奨励賞、えー、日本総称中学会、えー、研究奨励賞ヨー,ロヨーロッパからももらいましたーヨーロッパの、えーえー、組織再建学会の若手研究奨励賞日米も<ー>、えー、これももらいましただから総称中関係は、ね、えっと日本ヨーロッパアメリカ全部あの表彰いただいた。は<ー>はい、だから、まあ、あの研究も楽しく 研究ってこうやはり研究室に行って毎日こ,うこもって研究するんですかえともちろん毎日とは限りませんがもちろん患者さんも見ておりましたのであのそことのまあバランスということになりますけどもツイッターで来てますけどなんで急にアメリカに行ったのはまああの大学院を出ましてで先輩方がずっと大学院を終えたらそのアメリカに順番で行くような背景も。 やはり海外の医療を勉強したほうがいいっていうようなお話もだいたのでそういった意味で後から話しますがずっと言われた通り言われたりあの上司から行けと言われたらはい分かりましたと言って皆さんそれですよはい一度も人事を一度も「いや」と言わなかったそしたら一生懸命研究したら最終的に長崎大学から厚生労働省に出向となりました どううししてでしょうかかこれも大学から教授,教授会で決めてくださいましたので教授会で決めてくださいましたので私は行くか辞めるかどっちかになってしまいまして次は秋野 <laughs>、まあ、君だなって言われて <laughs> いやこれはあの第,第1号で <laughs> 1>、ええ、行かせていただいたんですが<ー>、まあ、だから今まで医者として勤務を。 をしておりましたが、えー、その日を境に、えー、完了になりました。<laughs> すごいですね。できませんよね。えー、あのでもあの本当に厚労省で勤めたのもやっぱり思い出でしてね。あのそれとねみんな何年かいらっしゃるんですか。え四、ー、年ほどいました。一番の思い出は。<笑><笑>いろんな仕事をさせていただきましたけどね、エイズの仕事。あ薬害エイズ問題ですか。あまあ言うとまあ薬害に関わる仕事は全部したかもしれません。<ー>エイズ、ヤコブ病、ハンセン病、<ー>肝炎。 えー、役割に関わる仕事は結果として、えー、させていただきました。今もね、やはり国会でもいろいろ話題になるものですね。あの患者団体の皆様との、えー、あの交流というのは今でも続いておりまして、あ,あのまあそういった意味ではあのそういう仕事をさせていただいてよかったなと思います。うん、あの出向でしたからあの2年経てばまあ長崎大学に戻って、えー、まあまたあの元の生活と思っておりましたけれども、えー、まああの大学の先輩方も。 まああれはまあいろんな方々の勧めもありまして、まあ結果として厚生労働省のあの採用試験も受験をいたしまして、まあギリギリ合格いたしましたので、すごいですね。まあ国家公務員採用試験もギリギリ合格いたしましたので、まあもうおいくつ受けたんですか、もうずいぶずいぶは年ね、あのなんか裏裏とかあったんですか。ありません。ごめんなさい。試験ですからね。す、いやそれぐらいすごいですよね。いえいえ、あの本当にそういった意味ではあの。 ででもあの合格した時嬉したた嬉かっ厚生労働省の皆様と大変よくしていただいてここもあた全く新しい世界でありましたので、うん、あの全くこの大学やあるいはその地域医療の現場、うん、ま研究室でもなくあるいは海外でもなくと全く違うところで新しい世界が広がりましたので、まあ、その時はもう一生もうこれで。 官僚ととししてて生きいいこう思またもちろん試験もせっかく取りましたからねそれでやはり薬害問題にずっと関わってるわけですから患者さんとの交流とかもう自分はずっと厚生労働省にいるんだという気持ちだったんですねもうそういうつもりでそうですね今でも採用試験合格した時の喜びっていうのを時々思い出したりしますそうするとこうリラックスするとかそうまあそうですね人間そういうのいいですよね一番自分がいい時の引き出しを開けると なんかはいになりますよね。あれだから本当に嬉しかったですね。えー、最後あの,の厚労省、厚生労働省の,の中にあの。検疫所がありますので、うん、あの羽田空港の、うん、あの検疫所の所長させていただきまして。うん、はい。はい、ちょうどそうも言うのもやるんですか。なりました。え、あこれ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 厚労省の人事であります。<ー>だからちょうどあの新型インフルの。激しい時期でありまして。はいはい、もういろいろありましたね。あまあね、検疫のあの時陣頭式を。 あの取りましたのは、うんまあ、これも思い出です、ねうん、あの職員にはあの新しいウイルスでありましたからね、はいえー、職員に何かあってはいけないとやっぱり思いましたそ,、ね、そして職員の家族に何かあってもいけない、ねえー、とも思いましたからねあの絶対に感染してはならないと、うんまあ、いうことであの手洗いとうがいとマスクはきっちりしなさいと、うん、口やかましく。 言っておりましたけども、えー、あの私が一番に移りましたので。えーえー、あの、私、何に移ったの。新型インフルエンザに。ですか。ですから、あの、結果として、あのみんながニヤニヤ笑う中を。隔離、隔離されていきました。隔離 <laughs> された、家に帰、<っ>家に帰ったという意味ですが。 どうしてこうやってホワイトカラーの方が映るんですか。あ、あのやっぱり診察をいたしますね。あ,あのあの時ちょうどあ,あの役になる前にお医者様であるそうであれ<ら>されますから診察をするんですね。そ,すそこで映っちゃうんです、ね。あのサモグラフィーであ熱が高い人がいるぞということなのでちょっとあの方をちょっとご案内してとまあいうことでまあ診察をしているとまあもちろんちゃんとマスクとかもはめて。 あのー、手洗いうがい、マスク、私自身かなり徹底していたつもりでありましたけども。れもっやっぱり生身ですね。やっぱり、うつり、んんね、りましたですね。す治ったから、こうやって元気であります。<笑><笑>治んなかったら、しんどいですよ。一月治んない。 いえいえ,いえあのインフルエンザの一種でありますからあのタミフルで効、えー、いたという<ー>とかリレンザーで効いたというのもじあのその時の<う>同じですね<ー>ただあの国立感染症研究所のデータもありますけどねあのあの時検疫所かなり頑張りましてあの北米からの強毒株は全部検疫所が止めたとこれから結果としてです。 だから、まあ、そういった意味では、まあ、韓国からの弱毒が入ってパンデミックになったと。いうことでありますから。ええ、見えないけど、あそこはもう本当のこう、関所っていう。あ、そうです。だから、そう、止めるこ方なんですね。ええあの、絶対ならなくてはならない役割でありましてね。なですねはい、はい、だって、去年はね、エボラ出血。熱でね、うでうでもう、もう、ええー、ええー。肝そぞろというかね、ねえーえー。エボラ出血。熱に備えた。気をつけていましたけど、もう、肝そ、大変だったんでしょう、ねえー。あの、検疫所の方々は、本当に大変な思いで、あの、お仕事されたと思いますね。えーえー みんな元気で頑張ってるかなと本当に思いますが、<ー>はい、結局日本では、えー、感染した人はたまだ入ってきてないですね。そうですよね。あんまり聞かなくなっちゃいます。そうですね。でもま,まだ終わってはないと思いますね。そうですね諸外国ではすごいでしょうねまだ。あのどうやって移ってるかとか。 あ、そういったこともまだまだ不明確、あの、ところもありますからですね。あ,すあの、そういった意味では、もう、日本に入ってきたときに、どうするかっていう体制は。ね、あの、しっかり作っていかなきゃいけませんので。あ<ー>まあ、そういうのは、あの、特に、あの、公明党を中心に、私たちも、こうやって、こ、国会で、あの、質疑を。続けているところであります。すね、ええーはい、そういう時、公明党はね、あの、うん、こう、みんなが忘れた時も、フォローされるのが。あの、命を守るとかですね。すごいですよね。え,え。もう、命を守るという原点で、仕事をしておりますので。はい。はい そして参議院議員になりました、はいはい。あの厚労省で。どうしてですか。厚労省で勤務をしてたら。えー、あのー。完了から。どうして北。北九州の。あの広友和夫さんという当時。参議院議員。いらっしゃいました。はいはい、あの広友さんからお声が。かかりまして。えー、えー、まあ、自分が引退するから、まあ、出ろと。いうことで。えー、で、うーん。 まあ、それは国会議員の方から直にということですね。と、はいうことの官僚関係まあそういうのは一切ありませんがいだからまああのー、そうですね悩みに悩みましたけどこの政治家を目指すという考えは一切考えたことが ありませんででしたのやっぱり先ほど申し上げたように、まあ、国家公務員試験も合格して、うん、あの医師としての公務員としての生き方というものに、うん、あの非常にあの誇りも持っておりましたのでこのまま医師の官僚っていないでしょいえいえそんなことありますか関東あの採用試験を受けてあの厚生労働省の中だけでなくあの他の省庁にも医師免許を持ってる公務員<ー>国家公務員というのはいますのでどう結構いるんですか 結労働省とかそういうところにはちょっと今何人どこにいるかというとちょっと私も分かりませんがあ、まあ、弁護士の、ね、免許を持ってる官僚の方もいっぱいいらっしゃるのと同じですよねはいはい、はいはい、やっぱりあの医師としてのこう知見がないとできない仕事がやっぱりたくさんありますのでそういった意味ではあの特に厚労省には医師、はい、免許を持つ公務員はいるということですね、はいはい、そしてに、えー 六十八万票。八十八十四万票。ごめんなさい。二十八万票。八十四万票ですよ。もう集めて当選という。ありがたいですね。これはあの今全国区ってないじゃないですか。はい。まあ全国比例区ですね。全国比例区っていうことですね。じゃあ私たちも北海道の方も東京の方も。例えば来年であれば秋のと書けるということであります。でもそんなに取るとまた来年も大変ですね。 しっかり仕事をやらないといけないということじゃあ私たちはもっと上回る票をそういった意味では83万1260票この重みを振り返ったときに6年という期間をいただ今もうすぐ5年ですが十分にお答えできているかというとやっぱり引き締めないとですね襟を正さないといけない部分というのはあるなと思っています。 あでも痛みがとても分かっているのでねあの病気の方とかね、はい、やはりうしいでしょうねそういう患者さんねなかなかこう乗り越えられない病気ですね乗り越えられないあの病気もし、ま、あの結果としてあの父の介護の仕事もさせていただいたと、まあ、いろんなあの経験をさせていただいただから医師免許を使って結局例えば大きな病院でも働き地域の最先端でも 働きアメリカでも働き研究もさせていただき授業もしておりましたので亡くなった方から脳をいただきましてその脳を使って神経解剖の講義などもさせていただきましてその本も教科書もちょっと書かせていただいたりしてそれも教育もさせていただいたし行政でも働いたししかもそれが全部人のお導きですよね。そうですね俺俺がが お礼をじゃないですよ、ね。よあ、そうですね。そういった意味では、あの、はい、あの人事を断らないで。来たら、気がついたらということであります。が強くないんですか、やはり。強くないつもりなんですけどね。えーえー、あの、表現はあまりうまくありませんので。はい、<laughs> ちょっと自民党の議員に教えたいですね。そうですか。はい、わかりました。幸せ度数年表でした。<laughs> はい。最近の政治トピックスです。<あ>はい。 待ってました。こちらです。はい。コマーシャルがないので一気に、えー、一気に行きますね。一応、えーはい、コマーシャルないんでね、<laughs> あのー、えピロリ菌。 胃がんの原因はほぼピロリ菌。だった胃がんの原因はピロリ菌だったということですね。あれですよね、子宮頸がんのヒトパピロマウイルスと同じなんですよ。あの、癌って言ったら一般の時には生活習慣病。まあ、あの、加齢、あの、年を取ると、まあ、言うとイレブてとかね。あの、いろんなことも言われてますけども、まあ、例えば、さっき、あの、おっしゃっていただいた子宮頸がんになりますとか。あの、肝臓がんもそうですね。あの、B. 型肝炎ウイルス、C. 型肝炎ウイルス。まあ、こういった感染症が原因で癌になると。で、胃がんも、このヘリコバクター。 ピロリ菌これが原因でありましたので感染症が原因となるがんは、えー、これに生活習慣病対策をしても効果は限定的でありますので,です感染症が原因ならば感染症対策としてがん対策を行わないといけないと。<ー> いうことになりますだから一義的にはそのウイルスあるいはその病原体に感染をしないように気をつけるということでもしも感染をしてしまったならばまあそれを追い出せるならば追い出すことがまあ癌の予防につながる癌であるということです、ね、まずはその菌を取り除くという,そう,いうことですねまあシンプルな感染してた場合はないですよね、はいはい、でもなかなかそれができないというか新しいことなので、はい まあこれもだからあのその島原で例えば胃カメラとかまあ大腸カメラとかまあそういったことも私もさせていただいておりましてまああの医療あやったんですかはい私もやりましたよこの間や,やられたでしょ,や,や,でしょやりましたじゃなくてやられましたやられましたよ私はやってたほど私は前田病院前田病院でやりましたから近所なんで<ー> <laughs> 麻酔3倍にしてくださいとか言って麻酔眠りながら眠りながら眠起きちゃうんですよね怖いから。 眠りながらやると楽でしょう。でもやうーとかなって。先生が怒ってるのは聞こえるんですよね。ぜひ受けていただきたいと思いますけども。はい、だからまあ、あの、結局なんてましょう。あの。胃がんの原因がピロリ。はい。間違えました。そうですね。胃がんの原因がピロリと。はい、まあ、分かっているんだったら。はい、まあ、この除菌。を、はい、まあ、あの、保険で。行えばいいのにと。まあ、言ったようなことは以前から。 思っていたわけでありましたけども、もまあ、どうしてそんなことができないのかなというのは思ってました。<ー>で、まあ単純でありまして、うん、あの国において、えー、胃がんの原因がピロリ菌であるという意思決定が一度もなかったんです。つまり、胃がんの原因がピロリ菌であるという意思決定がないから、それが効きます。っていう薬の効能書きを書き込むこともできず。うん で薬の効能書きに書いてないことを保険適用にしろと言ってもできないわけでありましてよってこの治療を、えー、患者さんのもとに届けるためには、えー、国に対して胃がんの原因はピロリであるということを認めてもらわないといけないということで国会でで失業すするわけですだから当選をさせていただいたのは2010年でそのすぐ2011年の2月に国会で「胃がんの原因はピロリではないですかと」と国がまあ間接的ながら「胃がんの原因はピロリです」と。 まあこれで原因が認めましたのでここからこう薬の承認薬事承認保険適用に向けてずっと進んで<ー>え、えー、2013年の2月 2> <ー>、えー、保険適用になりましたいや <laughs> 本当これは保険適用してほしいですよね、はい、これはだからそれこそやっぱり議員にしていただけたらこそ。うん できた仕事だと思ってま,してまあその頃からねピロリ菌というのがちょっと聞こえるようになってきたわけですよね。ああの保険適用になって一気に注目がが然高まったと思いますね。素晴らしい、はいあの。出馬する時はよく、ま、周りの方からあの「あなたは議員にならないで医者のままでいた方がいいんじゃないかと」と<ー>言われて返す言葉がなかったんですけども医師<ー>、まあ、不足ですしね。そういった意味では、まあ、仕組みをう作ると、えー、いうことができたのは。 非常に違いますね組織力すごいですね、えー、ありがたいですは<ー>でフリップをはいお願いします、はい、待ってましたさあこれはですねはいはいこちらお願いします、はい、これはあの、はい、国会で実際に使ったものを持ってきましたいしまはい2014年3月14日の参議院予算委員会テレビに映ったやつです、はい、であのピロリ菌が原因なんですけどこのこの5つですねイイ、e、12市聴会洋に始まり イマルトリンパ腫機能性ディスペプシア E 家形性ポピリープあこれ特発性で,ですね血小板減少性これ血液の,あの難病でありますけどもこの5つはですね、はい、もうすでにあの保険適用だったんです。だからこれが保険適用であるということは、はい、国は既に、はい、これらの原因が、はい ピロリ菌であるということを科学的にも認め、えー、効果があればこそ薬の効能がきに書き込まれ保険適用だったということなんですね。で今回あの私、えー、あの国会で頑張らせていただいて実現したのはこの慢性胃炎の段階でから除菌をすることができるということでありますので、えー、いい悪い方多いですもんね<ー>皆さんねあの。結局胃がんに対する治療ではなくてですねはい、はい、慢性胃炎の段階を経て 数十年かけて萎縮性胃炎が完成しそしてその中からまた数十年かけてこう胃がんになるような<ー>この段階でブロックしておけば、えー、先に進まないと。は もう全く子宮頚癌と一緒ですよね。まああの考え方としてはそういうことに。え、異形成になってから全癌状態になって癌になるみたいな感じです、ね。まさにこれがあの萎縮性炎というのがそれにあ,<ー>あの一致するものになりますので。あこのま全前々段階で分かっていればね。ここであの除菌をしてしまえば先に進まないと。はい、でもう一つ今ここで数十年かけて数十年かけてとかもう,もう一つこの未分化型胃癌、はい、あの、うん、スキルス胃癌って言ったりですね。あ,あの伊豆さんが亡くなったやつですね。割と若い方がなる。え いは若い方がなるでそれはこの萎縮性遺炎を通らないからこ,のここの数十年がない分こっちが5060でなるとしたらこっちは2030で主になると。 ああショックですね。いうことで、ね、まあこれもこの段階で止めておけばということでありますので、あ,あの今回の保険適用の成果としてはまああのこの胃がんがおそらく減ってくるだろうと予防。もうこうやって今までね私たちはこう塩辛いもん食べてたからとかお母さんが胃がんだったとか、いろんなこう 迷信的なもんで言われた部分もあるじゃないですかがんで確かにあの塩分というのはですねあの増悪させる因子ではあると思いますのであの原因とですね原因と悪くさせる因子とまたちょっとあの分けて考えなきゃいけないものがあるじゃピロリ菌が原因ピロリ菌は原因であるとあのそれを増長させるのが塩分であったりとかね遺伝子であったりとかいうことですねだからピロリ菌に感染してま数週間から数ヶ月で 100%慢性炎になるとピロリが入った以上異物ですから免疫はこう追い出そう追い出そうとしますのでどこから入るんですかピロリって口ですねどういうことですかそれピロリ菌は土の中にいるんですはあ。で誰も土は食べませんでしょうかすなわち土の中すなわち地下水を介して口の中に入るということなんですね じゃあ地下水っていけないんですね。井戸,井戸水は。湧き水とこういうとですね。ええ、今言うと井戸水、湧き水、サーミズを明日から飲んだらいかんよという話をタイプですね。思うかもしれませんが。ええ、あの私たちは心配いりません。はあ、なぜかというと私たちはあの胃の中に胃液、胃酸がありますので、はあ、えー、肉を食べてジュッと溶かすことができます。ええ、で肉を食べてジュッと溶かして、まあなんて言うでしょう、歯で噛んだとして小さくしたとしても 個体を小さくすするだけでありますから、えー、その個体であることには変わりませんねそれが胃の中に入ってジュッと溶けて液体にして腸に送るのが胃の役割でありますので、はいはい、肉をジュッと溶かせるんだったらっピロリは溶けるだろうということでありますのであ<ー>今日あの皆さんと一緒にピロリをこう大量に持ってですね<ー>せーのであーって <laughs> 飲んだとしてもピロリは移らないとじゃあどうしてうピロリ菌を持ってる方がいらっしゃるんですか 遺産胃,胃液が出てない時期がありますね。赤ちゃんの時です。えー、赤ちゃんは歯がありませんね。歯がない時期は、えー、歯がない。時期はおっぱいを飲んで。おっぱいを飲んでる間の時っていうのはある意味。ジュって溶かす必要。まだそんなにないですね。はいえー、で、そこまで今発達しておりませんので、通過させるだけである。意味腸で吸収ができるわけでありますから。 その胃酸、胃液が十分に出てない時期にピロリが入り込んだならば、そこに感染をすることです。だから先生が最初おっしゃったように、この間ご自分は一度検査して大丈夫だったから大丈夫ってことなんですね。それはもちろんあのあの、全部大丈夫かと言われたら、ちょっと私も口ごもります、例えば十分に消化能力がね、えーえー、だから実は胃がんになるかならないかというのは、赤ちゃんの時に決まってると皆さん、調べた方がいいですよ、えー、私、何度もしてますよ。 なん <laughs> でもしなくてよかったんです、ね、<laughs> だから, <laughs> だから実はのまあ、まあ、もちろんあの遺伝的なことあそこは胃がん家系だと言いますけどもあ,、えー、あの遺伝的なものはそれはもしかしたらあるのかもしれません近所で言うんですよねそういうことねあそこはこうだとかねだけど、はい、実は、はい、家族同じ水を飲んでただけたあ,あそこはそうは いうことですね要は、まあ、遺伝も DNA もあるかもしれませんが,のがその生活習慣とということですよね土の中でにピロリがいるわけですから、まあ、胃がんというのは一つのフード病という言い方ができるかもしれません、ねはあ、赤ちゃんの時にどういうことをするとピロリ菌がいるんですか,だから赤ちゃんの時にじゃあ例えば井戸水湧き水沢水を飲ませない方がいいですねと聞かれたら、はあ、そうですねという話になりますね。はあ だけど、じゃ、あ私たちの世代になって、あるいは、もう、歯でガリガリ噛んで、十分に消化能力が。あの、この胃の能力が、十分に整っている時は、そんなに心配がないと。えー、私は、一ヶ月で、歯四本今抜いてるんですけど。大丈夫。大丈夫です。二が、二が,胃が今、全部、全部、飲んでるんです。え、飲んでるんですか。飲んでるんですよ。 あの、いで、じゅっと溶かしてくれてると思いますので,です、まあ、だからあの、あの、無酸症、低酸症の方いらっしゃいますね。<ー>そういった方は、じゃ再感染するのかと言われたら、ちょっと私も口こもるところがありますけども、一般論として、一般論としてあまり心配しはないそうですか、じゃ皆さん、一回はね。つしあ、口移し、ね。そこはですね、やっぱりだからお、おじいちゃん、おばあちゃんが、 ああ口移しで、まあ可能性は低いんだと思いますけどね。じゃあやらない方がいいですねと聞かれたらやっぱりそうですねという話になってくるんだろうと思います、ね。うんうんうん、動物なんかダメですね。このピエイとかやっちゃね。動物はちょっと持ってるかどうか私もわかりませんが。いそはい。感染率。はい。そしてさあ感染率です、ね。感染ね。うん、これちょっと今日汚くてすいません。ね、これ1950年、92年、2010年、20これ50年、92年、2010年、2030年ですね。下が年齢、上が がピロリに感染しているその割合。だからまあ2010年これがまあ一番今の近いデータになるんだと思いますけど、60歳見ていただくと8割感染ですよ。ええー。50歳4割5分ぐらい。えだってどうしどういうことですか。まあだからおそらくまあ水道の不摂と逆に相関をしているんじゃないかとあ<ー>まあ言われている理由はこういうことなんですね。本当ですね。えー、こんな減ってますよ。だから以前は。 以前は若い人もピロリの感染率が高かったと。えー、もうちょっと前を調べるともおそらくこうだったでしょうと。<ー>で、それがだん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 この小さい時期からあ感染率が下がっていってる。その理由はやっぱりあの水道の不摂、すなわちこう地下水を飲まなく、えー、赤ちゃんの時から地下水を飲まなくなってきたと。えー、まあいうことが言えるんだろうと思うんですね。今,今一番新しいのこれですもんねこ。これこれ2030年ですが<あ>これですね。2 0 1年です、ね。だからこれ見ていただくとやっぱり60歳の方は、えー、もうこうやって8割ぐらい。えー こう感染をしておりますからね。えー、まあ、そういった意味では胃がんのリスクは高いと<ー>。いうことが言えると思います。は<ー>だから。もうちょっと作って。いくお願いします。聞きたいです。えー、じゃ、これちょっと落としましょうか。はい、で、さっき言ったように、まあ、えー、こう胃があって。えー、で、胃の中で、こう胃酸。えー 1>, 1から2ということで強い酸性ということで先ほど肉を溶かすと申し上げましたけどもまあ胃自体もでも肉でできてますので胃が溶けないように粘液を張るわけです胃は。粘液を張ってでここでえ肉を溶かして自らは溶けないようにここで守る「ペーハー5から7」ということであります。赤ちゃゃんんのにに入ったピロリはここに逃げ込んじゃいますからだかららだ えと胃,酸が胃酸で溶か,す、まあ、溶かされない代わりに胃が溶けない代わりにピロリも溶かすことができませんから、はい、赤ちゃんの時に一回入ったピロリはこうやってずっとお、はい、住み続けて、はい、でピロリを追い出そうとするわけですやっぱりピロリを追い出そうとはい、はいはい、すいません 当然のことながら免疫ですからね、はい、あの免疫というのはあの異物を,を追い出そうとしてピロリ菌を追い出そうと集まってくるわけでありますけどまあそれもかないませんのであのそういった意味ではもう除菌薬を飲んで除菌するしかないということになるんですね。はい、よく昔が悪いという人を言って言った方もピロリ菌だったかもしれなないですね,そうですね除菌してあのよくなったと言われる方の声を聞きますね。 除菌しなかったですもんね胃が痛いっつって,ってまあだからあれですよその要はこの慢性胃炎の段階から保険適用になったのは2年前でありますからね、はあえー、だけどピロリンに、まあ、これ8年間追跡したデータですけどねピロリンに感染してるから全員胃がんになるわけではありませんが、はあはい、感染してない人がゼロというのも重たいデータですね。はあ だからまあそういった意味ではあの助金をしていただくことがまあ大事なことだろうと思います,ね,うですね。まずは家庭物をね、えー、あのやりたいですよね。うん、で今回あのまああの非常にこだわりもありまして、はい、胃カメラを飲まないと除菌の保険適用にならないようにしました。 こう言うとですね多くの方がこれだけでまた余計なことしやがってと言うんですが <laughs> 確かに血液でちゃちゃっと調べたいですよねあの血液でもできますおしっこでもできます、えー、うんこでもできますそれからふーと吐いた息でもできます、えー、でどれでもいいということになりますねでどれでもいいからじゃあそれで検査してで除菌は薬を1週間飲めば だいたい除菌がうまくいきますのでじゃあ検査して除菌してそれで終わりにしたらいいじゃないかと言われるんですがピロリに感染している人の中にもうすでに胃がんを発症してしまっている人が一定の割合で混じってます、うん、だからピロリがいることが分かって除菌はしたああよかった安心だと思ったら胃がんを見逃したと いいうことになってはいけませんから、えー、胃カメラを飲んでいただいて、えー、胃がんがあれば早期治療、えー、なかったら、えー、安心して除菌をしていただくというような仕組みになっておりますので、えー、あのそういった意味ではあの今我が国で年間1,300万件胃カメラが行われてまして<ー>で大体11万5,000件、えー 胃がんが見つかってます。え、そんなに。ですか、えー、胃カメラでですね。は<ー>だから要はその百回胃カメラをすると一回胃がんが見つかるとあ。でもそんなもんなんですね。えー、いう計算なんですね。あで、まあ、あの今回保険適用させていただいて。はい、まあ、ありがたいことに、ね、えー、初年度、まあ、出荷ベースのデータですけども、百十、えー、万件の除菌がどうも行われ、行われたようなんですね。<ー>で、百十万件除菌が行われたということは百十万件胃カメラが行われ。うん で、その結果、おそらく、そさっきの割合でいうと、まあ、一万件ぐらいの胃がんがみ、うん、早期に。見つかっただろうと、いうことを考えるとですね。まあ、将来の除菌とともに、はい、目の前の胃がん患者をこう見つけ出して。<っ>早期治療につなげることができたと。あ<ー>まあ、そういった意味では、本当に、ね、あの、いい仕事。百、うん、0万件の前を。え、ゼロです。保険適用じゃなかったんですか。保険適用じゃなかった時は。はい。は、の、出荷数っていうか、その。 ちょっとデータとしてはわからないんですが、えーはい、その慢性胃炎として除菌が行われたのが110万件という意味でありますのでだからあのそれこそあの自覚症状がないことの方が圧倒的に多かったと思いますので、うん、あのそういった意味では1万件もしも胃がんが見つかって、えー、早期治療になっておけばあの、えー、本当にありがたい話かなと思います。 医療費もね、負担に、はい、の軽減になりますからね、最終的にあのやっぱりですね医療費が一番かかる理由は、重症化してからかかるからなんですね、すねひ,どくひどくなる前にかかっておけば、安く済むのが、うん、もう我慢して、我慢して、我慢して、あるいは大丈夫、大丈夫って思って、まあ、いかないことがやっぱり、医療費を一番。怖いですよね

あの今私が今度次に残された役割というのは検診を。 検診を、ま大してお金じゃないですから。進めておかないといけない <laughs> ということなんですね。いや、ですから、検診ですよ。すただ、えー、っと、この保険診療というのは、保険っていうのは、これ国の役割でありますから。国会で議論を行って、え、国が行政として決めていくということになりますが。うんうん、えー、がん検診はこれ市町村の役割になりますので。うん、これは、あの、国がパーンと頭ごなしに決めるのではなく、え、それぞれの市町村議会で。 えー、決定をしていただく内容<ー>ということになりますから<ー>あの今あの九州でもですねあのピロリ菌の検診をがん検診に加えるあるいはあの特定検診と一緒にやった方が、はい、あのやりやすければ特定検診に加えるとかですねいろんな取り組みが。 今行われれておりますのでそれがまた課題という新たな課題ということですからもう全員が保険でピロリ菌の検査をできるという世界を目指すということ、ね、慢性胃炎でありますからもうピロリ菌に、はい、あの大事なことはピロリ菌に感染をしたら、はい、感染をしたら100%慢性胃炎でありますので。はい はい、あのよく胃カメラで赤くなっとかないといけないということを言う人がおりますが、うん、それは程度の差だけでありますので肉眼的に見えるかでもそれをあのかじりに病理、うん、あのかじって顕微鏡で見たら、はい、やっぱり胃、うんね、カメラできれいであったとしても。 5万千円であるという診断はつくわけでありますので<ー>あのそういった意味ではピロリ菌に感染即5万千円という言い方も言えるんじゃないかと思います話聞いたら言いたくなってきたって人がね <laughs> <laughs> いえいえ予防ができるようにがんがねが、うん予ガンが予防できる時代が我が国は来たということです。きややっっと来たんででですね、えー、あの他の国でここまでやってる 国はありませんので。え、そうですか。そうですよ。あ、なんですか。これはですね、まあ、あのー。ピロリ菌を見つけたマーシャル教授。はい、オーストラリアの方ですけど、ね。はい、何年ぐらい前なんですか。何年前でしょう、もう二十。うん、あ、でも、浅いですね。ね<ー>はい、ね。えー、歴史的には。何十、えー。ピロリ菌を見つけたマーシャル教授が。えー、会いに。会ってくれました。で、まあ、その時に、かつては、そもそも日本は胃がんの原因はピロリと。 認めてなかかったわけでありますから日本の胃がん対策は遅れていると言ってたそうでありますが2011年に認めてもう2013年には保険適用すなわちあのマーシャル教授の言葉が分かれば国費を使って、えー、胃がん対策を行うようになったと日本はすごいといまあ言ってくださった,った、ね、わけでありますので。あの日本はですね、はい、イカメラとか あの大腸カメラの、あのー、非常に<え>あそれです、ね、あこれですかこ、ね、<の>こっちですね、はい、それでこうやってあの、ええ、カメラを使ってカメラを使ってがんをこう例えば縛ってジジジジと焼いたり、はあ、あるいは今これカメラの先からナイフを出して、はあ、カメラの先からナイフを出してこんな手術を行うことが保険診療で行っているのはこれ日本です。 保険診療で行うというのはある一部の病院だけができることでなく、はい、北海道から沖縄まで全国どこで,でも一定の質を担保して行っているということが認められて初めて保険診療ですからここまでがんになっても早く見つけたら早く見つけたらあのこうやってあの早期で見つけたらがんは克服できる病気でありますからねでこれに加えて予防までできるようになったわけですから。で、はあ、でも怖いんですくのが いやもうぜひ言っていただいてもう胃がんで死ぬのはもったいない時代になったということです、えー、大腸もそうですよね大腸の原因はまたこっちはまた生活習慣病の要素がありますからねかえまた別の対策をしていかなくてはならないということになりますけどねクリにペット検診受けたんですよ、えー、んですよ十万すよ保険が効かないと、えー、大丈夫でしたかいやそしたらペットで、えー もう腸が真っ赤っかで全部にな,なってるんですよあの<え>その真っ赤になっ赤なて「て <laughs>、ええ、もう一回検査してください」とか言ってやっぱそういう集積って言うんですけど若、ええ、いやつも先生ご存知ですけど、ええええ、集積に移っちゃうんですよね私の場合どうしても大腸カメラはなされましたかしてみそのあとすぐしました大丈夫でした大丈夫ですなんか個人情報をペラペラ聞き出して <laughs> <laughs> いやだからもう全部多分スキル性かなと思ったぐらい怖かったんですけど<ー>正直言って いろいろありますよね。やっぱりあの予防ができるがんは、まあ予防していただくと。いうことが大事だと思ます。すね、とい勇気ありますよ、ね。はい。はい。ありがとうございます。はい。はい。はい、こうやって、あのいろんな制度をね、あの国会で。行政に対して、働きかけていくような仕事は、ああまあこれからも頑。頑張って。先生頑張って。頑張ります。<当> <laughs> <laughs> もう私あの。 内視鏡とかならすごい敏感なんで本当に敏感なんで、もう毎年1回受けると、これ、ってるんですよあ、あのー、大事ですよね、毎年1回受けると、まあ、仮にですよあの、仮にがんになったとしても、毎年受けとけば早期で見つかると、えーうん、そうですよね早期で見つかったら乗り越えることができると、そのがんでは死なないとそうです、ね、いうことになりますからあの、毎年受けられるというのは、大変で重要なことだと思いますね。 結果はどうなるかわからないんですけど、やはり私も父をやはり大腸がんとかで亡くしてるので、うんうん、あの自分でこう入れたりし入れてもらったりするとうん、うんあ、大腸がんでは結構死なないかもしれないなっていうふうに思っちゃいますよね。えーえー、ぜひまあちょっと明るい方でねぜ、えー。ぜひぜひあのあのやっぱり二分の一の方ががんにかかるわけですから、うもう二、はいはい、人二人いたら一人がんになるわけですから。恐ろしい。 もう私一番怖いの病気、その次貧乏、その二つです。予防できるように少なく少なくとも予防できるようになりましたので、ぜひ読んでいただきたいとあの思いますし、ありがとうございました最近の先週トピックスでした。今だから言えるあの日のあの出来事です。はい。何か裏話的なものありありますか。 これあんまり考えてこなかった <laughs> でもその前にいいですかあのやはり公明党はですね、まあ政権国会で政権与党にいらっしゃるんですけどもやはり今のカジノ法案とかあと、えー、なんだっけ特定秘密保護法案とか必ずえいい意味でのこう自民党に対する足かせ足かせって言ったら悪いな何て言うのかな困ったっていう。 役割ですよね今待ったというか、まあ、自民党も公明党もとあのそれぞれ異なる政党でありますので<ー>当然のことながら考えていることがあの全く一緒ではありませんからそういった意味では常にこう。 議論を戦い合わせながら、まあだけどもう自民党と公明党の連立の歴史も非常に長い、えー、え状況です。もう長くな二十年ぐらいになりましたかね。えー、ですね。だからあのそういった意味では必ず最後は結論を出すというのも、えー、まああの決められない政治ではなく、えー、自民党と公明党の政権というのは。えー 知るるととと何らかの結論を出すことができやってる最中はいろいろあるんだと思いますけども、うんうんね、カジノ法案も一応あのなんか申してるんですよねカジノ法案についてはまあどこまで審議できるかちょっと分かりませんから、えー、はいまあももいいろいろいの申しいは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 そうですいはいはいはのはい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 はのはいはい党いはいはい でありますので平和をしっかり訴えているというのは本当に公明党にとっては大事なことでありますから、はい、もう絶対に戦争をしないと。うん でも安倍さんが暴走してる自民党という党があのそもそもあの訴えてあの当然あの選挙にた臨んでも訴えてきた内容の,あのご主張でもありましょうから、まあ、それは自民党の意見だとしてもそれを連立の結果としてどうするかというのは、まあ、自民党と公明党の間の話し合いの結果でありますから、まあ、そういった意味では、まあ、止めたというのか、まあ、お互いに話し合って出した結論ということだろうと思います。うんうんうん そういうのはどこで話しんですか与党の協議がちゃんとありますのでもちろん自民党は自民党の中で話をし公明党の中は公明党の中で話をしそしてお互いの与党の協議の中でえ、成案を得る努力をし必ず成案を出していくというのが自公の歴史だろうと思いますのであとあの軽減税率軽減税率もぜひお願いしたいですね公明党だけが主張していた内容だろうと思いますねあの野党も賛成 え無責任にやれやれって言おうと思ったら言えたはずでありますがまあ必ずしもそういうことを言わずまあマスコミもどちらかといえば厳しいい論調の方が多かったんだろうと思いますねあのそういった意味では軽減税率を最初に訴えたコメ党最初はもしかしたらあの孤立をしてたかもしれませんけどもあのじゃあ低所得者対策も消費税を増税する時には約束 したはずででありますのでえ例えばそのえ手当をこうし支払うというのも一つの方法かもしれませんが恒久的な対策として低所得者対策の一つの方法としてえ軽減税率はあるんじゃないかと公明党が主張したのが今こう流れとしてえー10%に増税をするときに導入をしようと今政府も含めて頑張っているわけでありますからここはもう公明党がずっとリードしてきた内容だろうと思います。 あの民主党に見せてあげたいのはこの公,明公明党の団結力だと思うんですけども <laughs> <laughs> 急に話は唐突に行くんですがやはりその意思の統一というか絶対こうあの自民党なんかも平場の場ではいろいろとねあの部会なんかでいろんな意見が出て。 まあ、時には喧嘩したりとかそういうのもあると思うんですけど公明党内ってないんですかそういうのっていえいえあのいろんなことを考えているわけでありますから、えー、当然のことながら政策論争というのはもう党内でも活発に,活発にあの行われております。ですからあのその政策論争自体が、うん あの決して党がバラバラとかいうことでは決してないんだと思いますね、うんうん、だから最後にちゃんとみんなで、これだったら行こうという結論を出せるか、うん、そこなんですよね、ええ、決めて、また変えて、また変えてということはしないと、それがまあ自民党、公明党の歴史だと思いますけども。もう野党に戻れないですね しっかりとあの仕事をしていきたいと思います。<laughs> やもう支持者もね皆さんもみんな戻れないですよこれは。しっかりとね仕事をしていくことが役割だと思います。わ <laughs> かりました。はい、それではあの次の、はい、国会議員の方ご紹介していただけますか。はい、はい、あの私と同じ九州の、うん、あの吉田衆議,院議員をご紹介したいと思います。<laughs> さ<あ>公明党の方ですね。いるかな。衆議院に戻りますね参議院から。 久々ですね。昨年の総選挙からずっと参議院だったんですよね。そうですか。はい。皆さん忙しくて誰も永田町にいなかったんですよ。吉田さんが出てくれますように。黄色ですね。黄色ですよ。黄色黄色。あ、これも黄色ですね。あ、年始入れも黄色。ええー。これはひろともあ、秋野です吉田さん。黄色初めて見た。<laughs> 今いいです。あの今。 あの会いに行ける国会議員、ミワチャンネル、突撃永田町、第150回に出演をしておりまして、えあの次の第151回目に、吉田さんに出ていけ、いただけないかというのが、8日なんです。4月の、6時です4月8日の6時。赤坂、スタジオ赤坂プラス。来れますか 大丈夫です。はい。大丈夫です。じゃあ、四月八日、六時開けててください。よろしくお願いします。はーい。ありがとうございます。大丈夫です。黄色がイメージから。はい、黄色がイメージカラーで。うん、これもあの、さっき申し上げたあの、北九州の広友和夫。さんが。黄色をずっと大事に。うん 30数年間政治活動をなさってきた先輩からいただいた色でありますからもう何でもこだわって携帯も黄色名刺入れも黄色ネクタイも絶対に黄色、はい、鈴木宗男さんがねあの黄緑色と同じですよね例えはダメですそうですか <laughs> ちょっと顔色が曇りまして <laughs> <laughs> すぐあの顔に出る正直者だよ 人間味がありますね。これも黄色です。あ、次の先生は公明党吉田、信弘先生ですね。ありがとうございます。はい。あうどんな先生なんですか。あのですね。一途。一途。はい。情熱家。空手が強い。素晴らしい方が多いですね。あの、九州の、九州人の中の九州人って感じです。のでぜひ楽しみにしていただきたいと思います。質問は。 あはい、質問は大丈夫ですだけ、まあ、あの先ほど、まあ、本当、もう医療のです、ね、素晴らしい、実際にやられたことでて、まああの、ぜひいろいろ改革していただきたいんですけど、やっぱり医療費のところですよね、毎年1兆円こう増えていく、まあ、やむを得ないところはあるんですけど、まあ、その辺のところ、何かね、いい方法、まあ、これだけでももう高齢化になってくると。 ねえ私の母も今、あのー、ちょ介護してますし薬をね結構飲んだりなんかしますけどそうですね、はい、あの医療が進めば進むほど医療費は当然増えていくわけですね、うん、今までできなかったことができるようになるとそれにお金がかかるわけでありますねだから医療の進歩を進めていく限り医療費というのは増えていくということであります。で絶対にやってははいいけないことはです、ね、あの今 誰もがフリーアクセスどこでも医療にかかれることができる非常に質の高い医療を我が国として提供してますがす、ねはい、例えばかかれなくしてしまえば医療費はかからなくなるわけでありますがそういう改革をしたら絶対いけないと思うんですねだから逆に病気にならないように気をつけていくとだからやっぱり予防に力を入れていくということはまあ一つの 医療費の削減になると思うんですね。はい、だからそういった意味でこの、こえ、このこもう結局ここに来るんです。これです,れですあの今これからは予防できるわけでありますので、本当ですこれは間違いなくなあの医療費を大きく削減をすることがあできますから、あのあ原因がし分かるっていうのは安心ですよね。そうです。だからもう早く予防してほしいなと思いますの、ね、で。一度しか受けた。 私は陰性でしたので<れ>だから <laughs> あのさっきあのなんて言いましょう検診をこれから進めていくべきだという話を申し上げましたけども、はい、じゃあ例えば何歳ででで検診させを受けたらいいいのかという議論もここで始まるんですねうん、えー、だから60歳が多いから60歳に検診をした方がいいと考える自治体もありましょうしう、えー、まあでも8割ピロリに感染しているのであれば、はい、もうそのまま医療に かかっていただいたら、もうそれでいいわけですから、検診を受けは、もうちょっと別の世代にした方がいいという考えもありましょう。<ー>え、中学生に対して、ピロリ菌の検診を導入した自治体も。ありますね。あります。で、そういった、そういうような、やっぱり知恵を絞り合いながら。この保険制度をどう維持。 していくのかと、そうですね、まあいう議論は重要だと思いますので、うん、あのすぐにできることはやっぱりみんなで予防していくということ、はい、病気にならないとそれだけ健康的な生活が遅れるわけでありますからね。ええ、そういった意味では医療費の削減のためにもこれから頑張っていきたいなと思います。はい、よろしくお願います。大丈夫ですか。はい。あ、剣道をされてる。あ、剣道される。ええ、これ今日言おうかと思ったんですが、ちょうど、はい、あの前回あの伊島 さん親戚なんですけど、ああそうだそうですよおっ様の親戚なんです。いえいえ違いますあ私の姉と結婚した私の義理の兄ですね。え私の義理の兄が江島さんの奥さんといとこです。あよくわかりましたね。こんなペラペラ喋っていました。大丈夫です。だからあのちょうどああんまり打ち合わせも不十分で。 電話するからと言ってそうですか、ええ、打ち合わせないんですかででけ剣道を <laughs> 知ってましたねあ剣道つながりででそこでしてバタ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 上がってきた時に電話に出ましたので,でちょっと声も裏返って、ええ、<え>あ、そういうことですね、はい、今だから言える <laughs> そうですかあれですかピロリ菌はあのキスとかあのあれとかで映らないんですか割り箸とかで 箸ですか胃の中にいますのでおそらく先ほど口移しおじいちゃんおばあちゃんの口移しはしない方がいいんじゃないかという議論もいたしましたが可能性は極めて低いだろうと思いま皆さんこういう時聞いた方がいいですだってお医者さん絶対教えてくれないもん最初の話ですけどピロリをこうみんなで持ってごくっと飲んだとしても胃酸液がある限りと防御する機能が備わっておりますのでそういった意味ではあんまり 私たちは、私たちの世代は特に、ちょっと心配がないのかなと思います。です予防で。はい。え皆さんが健康になっていただきますように。障害、現役で。で、えー。今日のミヤチャンネル、私贅沢だと思いますよ。これ、多分カウンセリングで、名前もはらなきゃ。<laughs> 本当に、本当、こんな話してくんないですよ。本当に。 みんなやがりますよ医者様普通の保健医療内だったらね,すみませんねいいでももしもこうやってあの今日見ていただいてですね、はいでまあ、じゃあもうちょっと胃カメラ受けてみようかなとか、ねえー、ピロリ菌検査受けてみようかなとかあるいは勧、まあ、めてみようかなと、まあ、いったようなことで、えー、あの広がっていけばいいなと思いますし、はい、あのそれこそおばあちゃんの、えー、ピロリ菌の検査胃カメラについてきたお孫さんが「あなたもやってみたら」と言われてやったらそれでガンが見つかった。 例もあるんですよ。はい、そういうことも、え、やっぱそういうこともありますんでですね。え、あの、そういった意味では、あ、多くの方。あのみんな、自分は癌にならないと思ってますので。私は胃がんにならない、え、俺はならない、みんなそう、自分は関係ない。そんな皆さん健康だと思って。もう、さら毎日病気の陰に怯えてます。検診行かないでしょ日本は検診行かない、検診行かないと言ってるのは、やっぱり自分は関係ない。こんな皆さん、慢心なんですか。とんでもないですね。 無関心という,でしょうかね,ねえええ、やっぱり自分の体を傷つけるたびに病気なんじゃないかなと思って悩んでますよ <laughs> 本当にお元気そうお元気そうで心配ないと思いますが <laughs> そんなことないんですよ本当に顔の色もよろしいですしはいはい。<laughs> はい じゃありがとうございました本当に時間もオーバーしましたねいやもうねいつまでも聞いていたかった私は本当にありがとうございましたまた153回目ぐらいに読んでくださいありがとうございます本当素晴らしいあの次の選挙頑張ってくださいしっかり頑張ります次は8ま90万票ね来年ですね90万票突破であの期待しておりますので皆さんもよろしくお願いします頼んでいただきました。 <laughs> はい、えー、第百五十回目のゲストは公明党秋野公造参議院議員でした。ありがとうございます。ありがとうございます。<laughs>